無敵大河のミトランライブナオキング長男三つ星。さあ今日のテーマは福祉介護有料施設の選び方は？有料って言葉大好きです。私は無料の方が好きだ。あ、その有料無料じゃなくてですね、無料でどんぐり食べ放題聞いて。調査するのは社会福祉法人東条アリス会が運営する庄原市の風の町宮平。どうぞ。特別養護老人ホームを案内してもらうぼ、うん。ここは建築家が設計したこだわりの施設。おしゃれなオープンキッチンがあるリビングでは定期的に読み聞かせや音楽会を開くので利用者さんも楽しく過ごせます。和やかだね。ベッドルームもチェックだ。全室個室になってまして、このように二間続きの作りになっております。一つはベッドを置いて寝室のように使っていただいてます。もう一つは、それぞれ好きなものを持ってきていただいて、ご自分の好みのお部屋を作っていただいてます。ここの暮らしは不満だらけか、どんまい。新親切にくれて実験に助かります。ああそうですか。本人が満足する施設、これは有料ですよね。いや、職員にも有料なのか気になりますね。職場の有料を探すぼ。あ、一緒に遊ぼう。ここはこの職場で働く方が預ける託児所よ。託児所なんてどこも一緒だろう、はい。デイサービスの年寄りの方と一緒に過ごすことができる託児所です。そう、ここは同じ建物にデイサービスの施設と託児所があるの。子どもたちはお年寄りに支えてもらいながら成長することができるのよ。いいね。ちょっと待った、スマホを触って遊びながら仕事してるのですが、有料スタッフとは言えません。いえ、ナースコールがあのスマホの方に入ってくるので、これを見て仕事をしています。へえ、ナースコールがスマホに届く、便利でスマートなシステムだ。だね。施設長、有料と呼べる決め手が欲しいですね。私たちの事業所はあの法人含めてなんですけれども、魅力ある福祉介護の職場宣言事業所っていうことになってます。そう、県内の有料事業所は魅力ある福祉介護の職場宣言事業所として認定されるの。現在100以上の法人が有料施設として登録されているのよ。2年に1度の更新チェックもあるので信頼できる認定よ。実はあのネットの方で調べることができますので、自分が就職する場所を選んでみるっていうのもいい方法かもしれません。認定された有料施設、素晴らしい。三つ星をあげます。3月9日に春の福祉就職総合フェアもあります。福祉介護ネットで検索したら有料施設を見つけられるんだね。就職フェアの詳細も載ってるぞ。福祉介護ネットで検索。決まった。